悲願のビッグイヤー獲得後、新天地でも進化を続けるイルカイ・ギュンドアン。この動画ではギュンドアンのキャラクターエピソード50連発でお送りします。2023年6月、マンチェスターシティからバルセロナへの移籍を発表。入団発表後、バルサイニに自身のセネームをプリントすると終始ニッコニコだった。また10年ぶりにレバンドフスキとチームメイトに。自身が10代の頃から知った中で、トレーニングでは昔を懐かしむようにイチャイチャしていた。一方、フルスシティに対しては、サンキュー、シティと題し、長文メッセージを寄せ、グリーリッシュについては、メディアが誤解していると綴り、彼は出会った中で最も素敵なやつの一人、とても謙虚でピュア、取り季節し、しっかりフォローした。余談ですが、グリーリッシュは自他ともに認めるパリピ、一方で、メダル授与式で視覚障害の少女の手を取り、上ファ会長に促されても、後ろが渋滞になっても、少女と会話を続ける、バチクソに優しい心の持ち主。23年10月、レアル・マドリードとのクラシコ、重要な試合で先制点を挙げるも、ベインナムの2ゴールで逆転負け。試合後、ロッカールームではみんながっかりしていた。ただ、もっと怒りや絶望する様子が見たかった。これが問題の一部で、自分もベテランとして責任がある。と初ゴールをクラシコで挙げた喜びもなく、厳しいコメントを残した。そんなギュンドアンは1990年、トルコから移住した両親のもとに生まれる。3歳になると、地元のフェスラーに入団。幼少期に10年ほど在籍するこのクラブには思い入れが強く、後に練習環境がいまいちで多くの子供が辞めていったことを意味すると、人工芝建設のために30万ユーロを寄付した。8歳の頃、夢だったシャルケに入団。しかし、歩くのも苦労するほどの怪我を負うと退団を言い渡されてしまう。ヘスラーに戻り、その3年後、シャルケから両親に電話がかかってきたが、嫌だ、行かないと伝えて突絶した。9歳の頃、ウェファカップでガラタサライがアーセナルに勝利し優勝。一緒に観戦していた家族みんながガラタサライのファンで、熱心だった叔父は涙を流して喜び、この時、ギュンドアンはチャンピオンズリーグで優勝することが目標になった。ボーフムのユースを経て、2009年にニュンベルグでプロ契約を勝ち取る。舞い上がってしまうところだが、両親からは、高級時計や変な服などを買い込むな、と厳しく言い聞かせられ、初めて買った車は、ゴルフだった。一方、両親の目が届かない学校では、ココア、クロワッサン、チョコレートを大人買い。みんな小銭だったのに、僕はポケットに10ユーロ札、とても興奮したよ、と振り返っている。1112シーズン、ボルシア・ドルトムントに移籍。ボランチの主力としてプレーし、リーグ優勝に貢献。また PFB ボカール決勝のバイエルン戦にフル出場し、コーニーの勝利に導き、チームは初の国内2冠を達成する。ある日、筋肉の張りを感じていたが、チームへの報告義務を無視し練習場へ。すると、ドクターから聞きつけたクロップは、なぜメールしない？ルールを知ってるだろう。それでも練習の準備をやめないギュンドアンに対し、勝手にしろ、クソが、と吐き捨てた。その後、再びクロップが近づいてきて、友よ、なぜあんなに怒ったかわかるかい、と優しく抱擁され、高低差がエグすぎた。1213シーズンも主力として活躍し、チャンピオンズリーグ決勝進出に貢献。その決勝ではバイエルンに敗れ、一度目のビッグイヤー獲得のチャンスでは涙を飲んだ。さらに悲劇は続き、2013年夏に背中を負傷、丸々1シーズン欠場する。後にこの時のこと、結局14ヶ月、離脱した、一番最悪だったのは、どのような怪我なのか誰一人として分からなかったことだ、と、23歳で引退の文字が浮かんだことを明かした。なお、この間、レアル移籍は怪我で破談。しかし、クラブはギュンドアンへの信頼を失うどころか、14年4月に契約延長を発表。さらに同年8月にはうどんがマンチェスターユナイテッドから復帰するなど、ギュードンには嬉しいニュースが続いていた。本格的に復帰した1415シーズンは33試合に出場し復活。シーズン終盤はスパイクをブラックアウトし、足元に注目が集まる。するとアディダス公式がギュンドアンを匂わせる画像を公開。隠す気ゼロでじわります。この頃、日本メディアの取材を SNS で報告。またアジアカップを控えたタイミングで必勝と書かれた鉢巻きを巻くサービスショットも披露した。なお、クロス・クロイツも鉢巻き姿を披露したが、闘魂の文字が逆になっていた。別の日本でのイベントでは、牛丼を食べさせられ、うまい。日本で牛丼と呼んでいる人がいることを聞かれると、なんとも言えないけど、美味しかったからオッケー、と神回答。ネット上では、誠実さの塊、牛丼公認、海外から見たらただの食事風景、とコメントが盛り上がっていた。シーズン終了後の6月、日本で過ごしていることを報告。また、日本代表のワールドカップ予選の試合にも訪れ、うどん湯にで、カモン、とエールを送っていた。さらにクラブ公式は香川との仲睦まじい様子を投稿。
自身も SNS でツーショットを惜しみなく投稿しており、フンメルスが投稿した食事会の写真でもしっかり隣の席をキープしている。香川との親交で思わぬ効果もあり、この時は大橋と格闘をしてたけど、今私は大橋のプロフェッショナル、そう、真嗣のおかげでね、とわざわざ4年前の写真を持ち出してとやっていた。後に香川がべし形で2ゴールを挙げると、真嗣、君はクレイジー、とっても嬉しいよと追っかけを続けていた。16年6月、プレミアリーグマンチェスターシティへの移籍を発表。移籍の理由を、ペットシティという素晴らしいチャンスだったと明かし、続けてドルトムントにも感謝を述べ、移籍金ゼロでさらないという約束を果たせてよかったとサポーターへの気遣いも見せた。なお、移籍金は3000万ユーロで、過去に所属したボーフムとニュルンベルグにそれぞれ45万ユーロ、450万ユーロが支払われることに。ちなみにニュルンベルグは降格したこともあり、思わぬ強化費を手に入れた。このシーズンの自身の誕生日、8歳の熱狂的シチズンからブーツ型の誕生日ケーキをプレゼントされる。クラブの粋な計らいに買えないファンからは、誕生日おめでとう、最高の誕生日、ややトゥーレは言いにしないとコメントが寄せられた。ちなみに式では1年前、リーグ優勝イベント当日にややトゥーレが誕生日だったが、移籍問題もあって完全にスルーされた過去がある。同年12月、ワトフォード戦44分に負傷交代し長期離脱。すると続くアーセナル戦、チームメイトがギュンドアンの8番が書かれたシャツで入場するトリートメント。試合にも 2-1 で勝利したが、さすがにやりすぎという声もあり、ギュンドアンも勝利おめでとう、ただ僕はまだ生きてるよと反応した。ちなみにこのアーセナル戦の試合前、ブラボが同じくチリ代表のアレクシス・サンチェスと話し込む場面。サンチェスは8番ユニを見て、なんかあったの、8番って誰、膝やっちゃったの、そうなんだとスカウティングも甘いし、バチクソにからかった。リハビリ中、近所に住むペップの誕生日に気づいたギュンドアン、シャンパンを買ってバースデーカードを渡して友人と帰宅。すると30分後、ペップがシャンパンと3つのグラスを持って来訪。ペップはプライベートな人だから驚いた、忘れられない出来事だったと後に明かしており、その時は3人でただだらだらと過ごしたのよ。17年9月、カラバオカップのウェストブロムウィッチ戦、約9ヶ月ぶりのスタメン復帰を果たすも54分に負傷交代。幸いにも軽傷で済み、徐々に出場機会を増やし、翌3月 1-0 で勝利したチェルシー戦では、174本のパス、167本のパス成功、181のタッチ数とプレミアリーグ最多記録を更新した。ちなみにこれまでのパス数の記録はヤヤトゥーレが保持していた168本。念願のワールドカップロシア大会のメンバーに選出。しかし本大会前、エジグラと一緒にトルコ大統領と記念撮影すると、政治問題も絡み批判の的に。また親善試合でもブーイングにさらされてしまう。雑音の中、連覇が期待されたワールドカップはグループリーグ1勝2敗でまさかの敗退。これまで沈黙を貫いていたエジルは SNS に長文メッセージを投稿し、代表からの引退を表明。後にギュンドアンはエジルの引退について、チームにとっての損失、もっといい形で別れを告げさせてあげたかったと語り、エジルに寄り添った。19年5月、 FA カップ決勝のワトフォード戦、 6-0 で大勝し、リーグ、カラバオカップと国内3冠を獲得。試合後のロッカールームでは、コアモテのキットマンがはっちゃける様子が公開され、ギュンドアンもキットマンに絡まれた。ネット上では、3冠だからしゃあない、途中バテててくさ、マンチェスター底し、とコメント欄が盛り上がっていた。2021シーズン、ベンフィカからルベン・ディアスが加入。ディアスは、陰キャなギュンドアンがちょっとしたテクを見せると、ジダンといじってくる陽キャ。別の日、ジダンと呼ばれたギュンドアンは、違うよ、今日はピルロだった、明日からはジゾイに戻るけどね、と慣れないジョークが決まり、ご満悦だったのよ。21年2月、リバプール戦、自身の2ゴールで 4-1 の勝利に貢献。実はこの試合、PK を失敗しており、チームもここまで6本中3本も失敗していた。試合後、ペップは、PK は我々が抱えている問題、次はエデルソン泣けるかもしれない、6ヶ月の絵はジョークだったが、今は半分ジョークだ、と語った。21年5月、チャンピオンズリーグ決勝のチェルシー戦、ビッグイヤー獲得の2度目のチャンスだったが、0-1 で敗れる。この頃、インタビューでブンデスリーガについて聞かれると、ドルトムントなどが中盤まではバイエルンと争えるようになってほしい、あまりにかけ離れると、魅力が半減するからね、と母国リーグの将来を案じた。同年4月、カラバオカップ決勝のトッテナム戦、1-0 で勝利した試合後、ソン・フンミンがピッチ上で号泣。すると、デブライネやギュンドアンナが慰めるシーンが話題に。海外ファンからは、スポーツマンシップ、泣くなソン、彼はトッテナム以上のチームに値する、とコメントが寄せられた。この頃、SNS に、
準備が終わらない、飛ばそう投稿。テレビを含むモニター全てがサッカーに関するもので、これには海外ファンが、いい夜の過ごし方、フットボールマネージャーやってんな、ペップが在宅勤務を指示、とコメントが寄せられた。22年5月にリバプールと勝ち点1差で迎えた最終節のアストンビラ戦。リードを許す展開で途中出場、2ゴールで逆転勝利に貢献する。なお、決勝ゴールのセレブレーションの膝すらは逆エッジした。リーグ2連覇を達成した試合後、リバプールも素晴らしいシーズンでお互いを限界まで追い詰めた。トライバルを称え、続けて、僕が今でも大好きな監督もいるしね、とかつての恩師に気を使っていた。ちなみにクロップはクロップでギュンドアンのこと、私の監督経験の中で最高の選手の一人、とべたぼめし、相思相愛だった。同年7月、マンチェスターシティはドルトムントからハーランドの獲得を発表。ハーランドは入団コメントで、過去のチャンピオンズリーグのシティ戦を持ち出し、ビデオと実際にやるのは全く違った、25分間もボールに触れなかった。ギュンドアン、聞きたかをやめてくれ、って感じだったよ、と一人怪物鉄球も、ギュンドアンにはお手上げだった。シーズン終了後、キャプテンのフェルナンジーニョが退団。キャプテンを決める投票が選手とコーチ陣によって行われ、ギュンドアンが選出される。そして、ホーム開幕戦でゴールを決めるなど、上々のスタートを切った。しかし、同年10月、イタリア人の妻が SNS で、マンチェスターでお気に入りのレストランはどこか、聞かれると、ごめんなさい、悲しいことになじれない、とコメントすると炎上。飲食関係者からの批判に対しては、嘘はつけない、ただ、マンチェスターは素晴らしい街で、素晴らしい人々がいる。それにしても、レストランだけはひどい、と一切の迷いなく、バッサリ言い切った。そんな二人のもとには後に第一子が誕生。 SNS ではその可愛らしい姿も確認できるほか、貴重なパパとアンの姿も楽しめる模様。同年11月、ワールドカップカタール大会グループリーグ初戦の日本戦、自身2度目のワールドカップ PK でワールドカップ初ゴールを決め、67分に途中交代。しかし交代後、トルアンと浅野のゴールでまさかの逆転負けを喫する。この敗戦は世界的なニュースになり、日本人が大好きなデンベレは顔芸を披露し、特に本大会の出場を逃したイタリアでは、ありがとう日本、今大会、イタリア中が最もエキサイトした、とばちくそに盛り上がっていたのよ。23年2月、トルコで大地震が発生。トルコにルーツがあるギュンドアンは、私たちの思いは今、危機的状況にあるトルコの人々と共にある、と語り、妻と共にトラック2台分のパンを寄付、被災者支援を行った。この頃、チームカムがハーランド、ストーンズとの動画を公開。お気に入りの旅行先はどこか聞かれると、東京を挙げ、人々がとても親切、街も綺麗で、食べ物も素晴らしい、寿司は美味しかったし、信じられないほど素晴らしい、と大絶賛だった。なお後のプレシーズンは、移籍のタイミングが重なり、大好きな寿司を食べに来れなかった。同年5月、リーズ戦。自身の2ゴールで 2-0 とリードする展開で、PK の場面、ハーランドからキッカーを譲られるもこれを失敗。この時、ペップはしきりにハーランドに蹴るよう指示しており、ギュンドアンが途中交代した際には、目も合わさなかった。試合後、PK について聞かれると、2ゴールの喜びより、PK 失敗の悔しさの方が大きい。PK は覚えてない、キーパーに止められたのか、ポストだったのかも。とこの日のヒーローは、記憶を失うほどへこんでいた。気まずい中迎えたエバートン戦。先制点ではマフレズのクロスをコントロールすると、後ろ向きでゴールする理不尽。さらに完璧なフリーキックを決め、全得点に絡む活躍だった。試合後、ペップは、彼は何でもできる、と脱帽で、PK のいざこざはクリアになっていた。同年6月、FA カップ決勝のマンチェスターユナイテッド戦。2-1 で勝利した試合の開始13秒、大会史上最速となるゴール、さらに追加点を挙げるなど優勝に貢献。なお、この試合、選手の妻などパートナーも観戦に訪れており、一番の注目は、ハーランドの彼女だったのよ。続くチャンピオンズリーグ決勝のインテル戦。3度目のチャンピオンズリーグ決勝の舞台で先発出場し、1-0 で勝利、悲願だったビッグイヤーを獲得する。セレモニー後、スタジアムでは珍しく喜びを爆発させ、自らスタンドに飛び込んだ。なお、シーズン終盤にゴールを決めまくったギュンドアン。このコロネット上では、元祖怪物のコラ画像が溢れ返っていた。念願のビッグイヤー獲得後の23年6月、バルセロナへの移籍を発表。メディアから、ペップとシャビの共通点を聞かれると、ペップとシャビは同じ学校だからね。多くのことはシティと似ているし、それがアドバンテージになるよ。と適応に自信満々だった。一方、レアル・マドリードにも、ドルトムントからベリンガムが加入。この頃、ベリンガムは、印象に残った選手を聞かれるとギュンドアンの名前を挙げ、ギュンドアンとの対戦は忘れられない。プレスに行ってもスマートにかわされ、全く触れられなかった。初めての経験でビビったよ、と絶賛していた。同年9月、
ワールドカップでの雪辱を晴らすべく日本と再戦。しかし結果は 1-4 の惨敗で、国内メディアからはドイツの年間最優秀選手、チャンピオンズリーグ優勝メンバーはどこへと逆転マークを巻いたギュンドアンは批判されてしまう。この結果を受け、監督のハンジ・フリックは解任。浅野のネタ動画が再びバズってしまう。ドイツ代表にはナーゲルスマンが就任。ギュンドアンは新指揮官からの1回目の電話では、パパドアン中だったので出れなかったが、キャプテン継続を伝えられた。また、初対面となったトレーニング後には、ナーゲルスマンがでかくてビビった、テレビで見るより大きいね、と話し、驚きが隠せなかったのよ。同年10月、チャンピオンズリーグポルト戦、フェラントーレスのゴールをアシストし、1-0 の勝利に貢献。セレブレーションでは、ガビとジョアン・フェリックスからエグい角度の祝福を受ける。よく見るとガビを二度見、ジョアン・フェリックスのことはハイタッチで済ませようとしていて、シャイなギュンドアンにじわります。というわけで、ギュンドアンの50のエピソードを紹介しました。この動画が面白いと思った方は、高評価、チャンネル登録をお願いします。感想やあなたが好きなエピソードもぜひコメントでお聞かせください。皆さんのコメント、参考にさせていただいています。また次回のまとめでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。